プントランド、正式名称プントランドソマリア国は、1998年7月に、ソマリア北東部の氏族が、自治宣言をし、ガロウェオ首都として樹立した、自治政府、及びその自治政府が治める地域の故障。現職の大統領は、サイード・アブドゥライデニ。ソマリ族の3分の1がこの地に住む。ソマリア本国からの分断例としては2例目で、1例目のソマリランドと違い。 ソマリアとの連邦制による再統合には三位を表明している。またそのソマリランドとは国境を接し、領土紛争を抱えている。初代大統領アブデラヒースフが2004年にソマリア暫定連邦政府に三位を表明して以来、プントランドはソマリア連邦共和国の一構成国の位置づけである。ただし、ソマリア連邦共和国は2020年時点においても、 各構成国の合議体に過ぎない状態であり、プントランドはほぼ独立状態を保っている。古代エジプトが公海沿岸の国プント国と交易をしており、プントランドの国名はこのプント国にちなんでいるが、古代プント国が今日のプントランド内にあったかどうかは分かっていない。近代になって、ソマリ族の氏族ハルティのさらに氏族であるマジェルテーン、ドゥルバハンテ、ワルセンゲリ、ダシーシュなどが、 今日のプントランドのあたりを拠点に暮らしていた。しかし、イタリアとイギリスが、それぞれソマリ族の小氏族と協定を結んで、ソマリア北東沿岸部を植民地化していった。結果として、ハルティ氏族のうち、マジェルテン氏族の居住地は、イタリア領ソマリランドの一部に、ドゥルバハンテ氏族とワルセンゲリ氏族の居住地は、イギリス領ソマリランドの一部になった。 ここでイタリア領とイギリス領に分かれたことが2007年からのプントランドソマリランド紛争の原因の一つとなる。1960年イタリア領ソマリランドとイギリス領ソマリランドを合わせる形でソマリア共和国が誕生した。初代第二代大統領はハルティ氏族出身者が選ばれたがクーデターで三代目大統領となったモハメドシアドバーでは 自身が属するマレハン氏族を優遇した。1978年にマジェル庭園の一族が、クーデターを企てるが失敗し、多くが処刑された。1981年、生き残ったマジェル庭園の有力者の一人アブドゥラヒ、ユスフは、軍閥ソマリ救済民主戦線を設立する。1998年、ガロウェで3ヶ月にわたって有力者が話し合い、 プントランド共和国の建国が宣言され、初代大統領には、かつて、SSDF を設立したアブドゥラヒ・ユスフがついた。2001年7月に、ユスフの任期が切れるが、ユスフは、様々な理由で退任を拒否した。するとユスフと対立する氏族がユスフを、首都、ガロウェから追放し、ジャマーリジャマが大統領となった。ユスフは、SRRC と、 隣国エチオピアの支援を受けて反撃し、2002年には支配権を取り戻した。2004年10月、プントランド大統領のユスフは、ソマリア暫定連邦政府の初代大統領に選ばれ、2005年1月、選挙の結果、将軍のムハムルドムセヘル氏が大統領に選ばれた。2007年10月、プントランド西隣のソマリランドが、 プントランドが支配権を主張しているスール地方の都市ラスカノードを占領し、これがきっかけでプントランドソマリランド紛争が本格化した。2009年1月、選挙の結果、アブドゥルラフマン・モハムード・ファロレが大統領になった。ファロレは社会副市長の発足、新憲法案作成、私族闘争への仲介などの業績を挙げた。2010年5月には、 建国以来支配が続いていた公務員の給与が毎月一貫して支払われるようになった。2012年1月、カナダのアフリカオイル社がプントランドで石油の敷掘を開始した。2012年4月15日、プントランドの新憲法が正式に発足した。2014年にはアブディウェリガースがプントランド第6代大,大統領に選ばれた。 西隣のソマリランドとの関係は悪化した。2018年5月に、スール州のテュカラクでプントランドとソマリランドの両軍が戦闘状態となり、ソマリランドが勝利した。両軍は軍備を増強した。2019年1月8日、サイドアブドゥラヒダニがプントランド大統領に当選した。プントランドは1998年7月24日に5州を設置しており、 2004年に7州となった。現在は領土の変化などもあって9州となっている。西部のスウール州、サナーグ州、カイン州の領有権をソマリランドと構想中である。領有権が曖昧なのは、この地区がソマリア独立前にはイギリス領ソマリランドの領土だったのに対し、住民はプントランドと同じダロットに属するためである。なお、カイン州は、 ソマリア本国の行政区分では、トゲア州の一部である。スール、サナーグ、アインの3地区に住むのは、ダロットの中でもトゥルバハンテ、ワルセンゲリなど、プントランド中央に住むマジェルテーンとは別の種族である。これら種族は、ソマリランド独立当初は、ソマリランドに帰属していたが、ソマリランドの2代目、大統領、イブラヒム・エガルが、イサック氏族中心の国づくりを目指したため、 ソマリランドの内紛を機械に離脱してしまった。それ以来、これらの地区は、ソマリランドでも、プントランドでもない曖昧な位置づけとなっている。貴族が曖昧なだけではなく、一部の住民勢力が国を名乗ることがあり、ノースランド国、マーヒル、チャツモ国といった国が作られ、特にチャツモ国は2020年時点でも国を宣言している。 プントランドの国旗2009年12月22日、プントランド議会で国旗と国歌が制定された。議員41人中38人が賛成して成立した。プントランド国旗は白、青、緑の3色からできている。上、青の横島と中央の白い星がソマリアの国旗を示している。中、白い横島が地域の平和と安定を示している。下、 緑の横島が、プントランドの自然の豊かさを示している。議会の選挙で選ばれる。当初任期は3年とされたが、現在は5年。ただし、建国初期には戦闘で交代したこともある。歴代大統領は、ハルテ氏族のマジェルテン氏族のさらに氏族である、オマルマハムード、オスマンマハムード、イセマハムードの三部で独占されている。議会の議席は士族ごとに割り当てがあり、 その細分も、氏族の分家ごとに細かく決まっている。2011年時点の議席割り当ては次の通り。投票は、2011年時点では、氏族の長老、及び長老が指名した者が選挙人となり、その選挙人が議員を指名する仕組みとなっている。選挙で選ばれるのは、長老、企業経営者、学者などが多い。議長の台数について、 6番目に議長になったアフメドアリハ氏が5代目議長と紹介されたことがあるが、定説はない。以下では便宜的にユスフハジサイイードを1代目として述べる。5代目のサイドハッサン氏では、前任のアブディラシット・モハメド・ヘル氏を選挙で破って議長となった。しかし、第36回議会直後に辞任しており、辞任した最初のプントランド議長となった。氏では、 議会での弾劾が予定されており、それより前に辞任した。7代目のアブディハキンドーボ・ダーレードは、大統領との対立が原因で解任されている。歴代の議長は次の通り。ユスーフ・ハジサ、アイディ・シスモン・ダルマール・エックス・ユザフ、アーメド・アリ・ハシ・アブデラシット・モハメット・ヘルシ、セット・ハサンシャヤ・アーメド・アリ・ハシ・アブディ・ホキンドーボ、ダリード・アブデラシット・ユセフ・ジブリル・イスラム教が、国教であり、 イスラム教以外の布教が禁止されている。憲法で大統領がイスラーム教徒であることを要求している。ただし、大統領以外の役職に制限はない。すべての法律はシャリーアに基づく。プントランド治安部隊の名称で活動している。2004年に組織された。プントランド海事警察の名称で活動している。完全な国営ではなく、 アラブ首長国連邦などからの資金援助を受けている。メンバーは他の警察などからの出向である。組織の規模は公表されていない。住民のほとんどはダロート氏族である。少数だがバントゥー系民族、オロモジンもいる。2007年時点の住民数はプントランドの公式記録としては240万人であるが国際連合開発計画は130万人と、 推定している。5歳未満の人口は25%であり、65歳以上の住民は1%である。平均的な世帯人数は6人であると推定されるが、8.3人とする報告もある。住民の65%は遊牧民であるが、都市化が進んでいるため遊牧民は減少傾向にある。住民の多数ハイスラーム教徒である。 2007年時点では戦乱が続くソマリア南部からの避難民により人口が大幅に増えている。麻薬とも言われるカートが施行される。ただし子供の就学率の低さや離婚の原因になっているとも言われている。特に貧しい家庭では家計費の割合も高い。平均で年176ドル、富裕層では1542ドルにも上る。家畜、入校。 アラビアガムの生産も行われている。ボサソ港からの出荷物は、家畜が主体である。ラクダの基地も重要な輸出品目となっている。プントランドは1 6 0 0トルの海岸線を持ち、海産物が豊富である。しかし、1991年の内戦後、外国からの漁船がこれらの海産物を猫僧に取って行くようになったため、地元漁師は、 プントランド政府に改善を求めている。ラスコライの綱工場プントランドは、海産物の輸出も行っており、ロブスター、干物、サメツ綱などが取り扱われている。海塩も作られている。北部の海岸戦争にあるラスコライでは、マグロを綱に加工する中規模の工場がある。これは輸出もされている。工場建設は、地方振興と失業者対策の意味もあり、 ハボにも作られている。漁業は牧畜を保管するため、秋から春にかけて行われる傾向にある。逆に漁村に住む者は、オフシーズンには、牧畜や、都市生活を営む人もいる。ソマリアの海賊の発生にはいくつかの説があるが、元は漁民であったと言われている。海賊化した原因としては、などが挙げられている。ソマリア沖の海賊の活動拠点は、 プントランド内にも多いと言われている。ソマリア沖の海賊の収入は全部合わせると年3000万ドルであり、この金額はプントランドの税収より1000万ドルも多い。これら海賊にはプントランド政府が関与しているとも言われている。水色の部分がプントランド、紫色の部分がソマリランドとの構想地域、茶色の部分が石油があると言われている地域、プントランドには 石油があると言われており、オーストラリアのレンジリソース社とプントランド政府が共同で炭鉱してきた。その後、カナダのアフリカ石油社も参入している。2012年1月レンジ社が北部のダーロー渓谷で敷屈開始し、3月にはレンジ社がヌガール渓谷延長部のインド用航空を取得し、炭鉱準備中である。地形図いわゆるアフリカの角の先端部分を構成する。 ソマリアの約1、3の面積を有する。北はアデン湾、東はインド洋に面し、西はソマリランド、南西はエチオピアと接する。半乾燥地域で年間降雨量は400ミリメートル以下である。1日の平均気温は年間を通じ27度 C から37度 C で、西部の産地は温暖で、その他は砂漠と寒木地からなる。 1>, 1月から3月が最も乾燥する時期、4月から6月は雨季、7月から9月が再び寒季で、10月から12月は小雨季となる。アデン湾に望み急速に発展するボサソ政府運営のプントランドテレビがある。インターネットでライブを視聴できる。ボサソを拠点とする2001年解説で民営の FM 放送局、ソマリ放送局があり。 テレビ局も運営している。ウェブニュースも配信している。ボサソを拠点とする2005年開設で民営の東部、テレビネットワークがある。2000年に設立したボサソを拠点とするラジオミットにも、がある。ただし現在の本社はモガディシュ。2001年に開設した、プントランドポストがある。2003年に開設した、ラスコレーネットは、バハンボサソ、ドバイ、ロンドンなどに拠点を置く。 ウェブサイト報道である。ソマリ語がメインであるが、英語やアラビア語での配信もいくらか行っている。プントランド内でアラビア語でニュースを読めるのはラスコレーネットだけであった。ただし2020年時点ではアクセス不能となっている。2003年に開設したラジオダルジルがある。ウェブニュースも配信している。 2004年にラジオガロウェイが設立され、波長 89.8FM で、ソマリアの政治、社会などのニュースを報道している。同局は、インターネット配信として、ガロウェイオンラインも運営している。政府運営のラジオプントランドがある。南部にはラジオガルカイヨがある。西部にはザルガがオンラインがあり、スール、サナーグ、カインの出来事を報道していた。東アフリカ大学。 ボサソ校の入り口2010年の記事によると、プントランドでは0から5歳向けの幼児教育、6から14歳までの8年間で、初等教育、15から18歳までの4年間で、中等教育が行われる。初等教育は、さらに4年から4年で2つに分けられている。授業は、ソマリ語で行われ、ソマリ語、アラビア語、英語の科目がある。英語は、 初等教育5年生から行われる。初等教育の最後に、プントランド独自の卒業試験が行われる。中等教育は英語で行われる。中等教育の最後にも卒業試験が行われる。プントランド州立大学、ガロウェ校のコンピューター教室プントランドには次の7つの大学がある。2007年の記事によると、子供の年間学費は貧困層で33ドル。 富裕層で50ドルほどである。ありがとうございます。